どうして家族にそんなことが言えるのよ。お前は出来が悪いし、もうとっくに家族だなんて思ってないんだよ。私の名前は香織。これは私が実際に家族に言われることになった言葉です。家族だと思ってないなんて、自分が言われることを想像できますか？私は昔から家族の中で浮いた存在でした。姉に比べて背も小さいし、運動が苦手だった私。苦手ながら勉強も運動も頑張りはしましたが、姉に比べると若干劣っていました。もちろん人一倍勉強はしたし、点数だってクラスの中では上位をキープしてきました。でも姉と同じようにできなかった私は、両親にとっては価値がなかったようです。親からのプレッシャーによって、私は自分らしさをなくしたように思います。何も言わないのをいいことに、姉すらも私に偉そうな態度をとっていました。そんな日々を送るうち、私の存在はどんどんと薄くなっていきました。何でも姉が優先され、私は二の次。姉は旅行に連れて行ってもらえるのに、私だけお留守番なんてこともよくありました。それくらい、私は家族から虐げられてきたのです。それでも、幼い私にとっては、自分が悪いんだと思うしかありませんでした。だから、家族から本気で嫌われているとは思えなかったのです。私がいい子になれば、いつか認めてもらえるとどこかで考えていたからでしょう。でも、そんな日は来ないまま、私は大人になってしまいました。かわいそうな幼少期を過ごしたんだな、と同情しますか？私にだって味方がいました。愛犬のココアは、私をいつだって慰めてくれるし、ずっとそばにいてくれました。それ以外にももう一人、姉ばかり構う両親に代わって、私を可愛がってくれたのは叔父でした。成績だけを評価する父とは違い、その兄である叔父は、私の考え方を買ってくれていました。香織は、想像力が豊かで発想が素晴らしいね。その調子で、次の作品も作ってみたら？私は、昔から絵を描いたり、物語を書くことが大好きな少女でした。何か作品を作っては叔父に見せ、その度に褒めてくれたのを覚えています。今思えば、最初に作った作品はとてもひどいものだったと思います。それでもいいところを見つけ、好きなことを伸ばそうとしてくれたのです。そのおかげで、私は何かを作り出すことが好きなまま成長することができました。もちろん、両親や姉には批判されましたが、叔父に褒められることがそれ以上に嬉しかったのです。次第に私はクリエイターになることが夢になっていきました。実はその夢、叶えているんです。私は高校を卒業し、専門学校を出た後、念願の制作会社に就職。デザイン関係の職種に就くことができました。叔父は、満面の笑みで一緒に喜んでくれました。だから、両親にも姉にも馬鹿にされても我慢できていたのです。デザイン？ただの落書きでしょ？そんなのが仕事になるなんて馬鹿らしい。あんたにできるのは所詮その程度のことなのね。専門学校まで行って、一体何をやってるんだか。私が進学することに否定的だった両親。学費の工面は望めなかったので、アルバイトをして稼いだお金で賄いました。だから、専門学校を出たことをとやかく言われる筋合いはないのですが。まあ、あんたみたいな出来損ないにも、かろうじて居場所があってよかったわね。せいぜい身を粉にして働くことね。世のためになるなら本望でしょ。こんな感じで、私は職場が決まったというだけで、家族から批判されてしまうのです。この頃には、
私も大人になっていましたから、あまり気に留めないようにしていました。真正面から受け止めていては、心が持たないということを知っているからです。あんたさ、一応仕事始めたんだから、これまでよりも家に入れる額多くしてよね。え？でもこれまでだって。私はアルバイト時代から月に5万円以上を生活費として入れていました。給料の半分は入れなさいよ。あんたなんてそれ以外にできることないでしょ？お姉ちゃんには1円も払わせないのに、どうして私だけそんなにたくさん。お姉ちゃんは他のことが優秀だからいいのよ。自分のために使ってもらわなくちゃ。広い世界を見るのにはお金がかかるのよ。あなたにはそんなお金必要ないから。姉は私より一足先に社会人になりましたが、今まで家にお金を入れたことがありません。正直、一般企業に入社したようなので、大して稼ぎがいいわけではなさそうです。だから払わなくていいと言っているのでしょうか。だけど、それを抜いても私との待遇が違いすぎます。それに月収の半分って。それなら一人暮らしした方がいいのではないかと思いませんか。もちろん私は当の昔に家を出るつもりでした。でも母がこんなことを言ったのです。は？家を出る？あんたはこれまで散々迷惑をかけてきたんだから稼いで恩返ししなさい。家のこともやるのよ。そうじゃなきゃあんたを育てた見返りがないじゃない。私はこれまでに子供として以上の迷惑をかけてきた覚えはありません。でもきっと両親からしたら出来の悪い子供だったことが迷惑ということなのでしょう。家事をやること、お金を稼ぐことのために、私は一人暮らしすら許されませんでした。小さい時からの刷り込みもあり、逆らうことができない私は、すべて言いなりになっていました。仕事もしながら家事もこなし、さらに給料のほとんどを持っていかれる日々。好きな仕事に就けたことと、叔父がいてくれることが、せめてもの救いでした。それと愛犬のココアはいつだって私に寄り添ってくれました。精神的には追い詰められながらもこの家で暮らしてきた私にも変化が訪れました。会社の意向で在宅ワークが推奨されることになったのです。私は自宅に設備も整えており、パソコンがあれば作業可能な役職だったためその対象となりました。しかし、それが引き金となって、私の家での立場はさらに悪くなってしまいました。はあ？就職したと思ったらすぐニートかよ。え？どういうこと？毎日家にいられても困るんだけど、もう戦力外通告されちゃったの？早いね。何を言ってるの？私、これまで通り頑張ってるつもりなんだけど。部屋にこもってダラダラしてるんじゃない。ついに解雇されたんでしょ？この出来損ないが。家に入れるお金は減らさないでよね。あんたの都合なんて許さないから。違うってば、リモートワークなだけだよ。いつも通り出勤してるし。わからないと思って嘘をついているのね。リモートなんて頭のいい人しか無理よ。あなたは手取り足取り教えてもらって、やっと少しできるくらいなんだから。私ではリモートワークはできないと決めつけ、実質で仕事をしていることを認めてくれません。家にいるならもっと家事をやりなさいよ。休んでるなんてありえないから。だから違うんだよ。仕事中なの。なかなか理解を得られず、家のことをやれと言われてしまいました。仕事をしてるふりなんてやめて、さっさとバイトでも何でもしたら？努力が足りないのよ。さっさと出て行きなさい。家事をやるかバイトをしろ。私は実質にいることも許されず、
仕事をするためには外出せざるを得ませんでした。近くに場所を借りて仕事をする日々。しかし、もう家族の中での認識は、仕事を辞めたニートになってしまったのです。おい、ニート、あのネックレス貸せよ。お前には必要ないでしょ。待って、それは私が初任給で買ったやつなの。だったら私にもプレゼントってことで。その方がこのネックレスも浮かばれるし。ほら、こんなに可愛いじゃない。私にぴったりよ。私が初任給で購入したブランド物のネックレスも姉に取られてしまいました。家の中ではニート扱いをされ、私に自由はなく、これまでよりも肩身の狭い思いをする羽目に。私は、叔父に定期的に相談はしていたのですが、叔父から何度注意を受けても変わらない家族。このままでは私が壊れてしまうと思い、改めて相談をすることに決めました。叔父は、私たち家族がうまくやっていけるように考えてくれている人でした。だから両親や姉に対しても極端な対応をすることはありません。でもそれにも限界を感じていたようです。私は叔父からとある提案をされ、その作戦に乗ることに決めたのです。香織、もう家族として修復はできないかもしれない。それでもいい？うん、もう私は大人だし、やっていけると思う。おじさんには迷惑かけちゃうけど、いいの？香織はよく頑張ったよ。あとは思うようにしなさい。協力するから。おじは、これまで思うように力になれなくてすまなかったと謝ってくれました。これまで十分助けられてきましたから、謝ってほしくはありません。何としてもこの作戦を成功させて、幸せになってやると誓ったのです。次に私が耐えられないと思ったその日に、作戦を決行することになりました。私、考えたんだけど、あんたがこの家を出ていけばいいんじゃない？ニートなんだからどうせ収入は見込めないし、それなら存在ごと消えてもらった方がいい。普段からひどいことは言われてきましたが、突然姉からかけられたこの言葉には傷つきました。それもそうね。イライラしなくていいし、家も広くなるし。私のことはお構いなしで、話はどんどん進んでいきます。ついでに、その犬も一緒に連れて出て行ってよ。可愛げがなくてムカつくんだよね。ココアは、私にだけ懐いていて、それがずっと気に食わなかったようです。そんな横暴な人たちに懐くはずないのに。あんたも家になけなしのお金入れなくてよくなるし、都合いいんじゃない？私、妹なんていないってことになってるし、これで辻褄も合うのよね。姉は昔から自分は一人っ子だと嘘をつくところがありました。どうやら、私が妹であるということを周りに言いたくなかったようです。今度彼氏を連れてこようと思ってたし、ちょうどいいわ。早く消えてよ。そうね。あんたがいない方が私たちも心が平和なのよね。これが家族からかけられる言葉でしょうか。信じたくはありませんが、もう慣れてしまっている自分がいます。それに、もうこの人たちと家族でいたいと思うこともなくなっていました。だから私は作戦を決行することにしたのです。わかった。そんなに言うなら私はこの家を出るよ。もともとそのつもりだったし。妙に聞き分けが良くて怖いんだけど、何を企んでいるの？ずっと考えていたことだよ。私が家を出てみんなが落ち着くならそれでいい。家族に煽られながらも荷造りを進め、愛犬を連れて早々に家を出ました。家に生活費を入れながらも、きちんと貯金をしていたので、新居には困りませんでした。いつかここから抜け出そうと、できる範囲の準備をしていたのです。実家からは少し離れたところにマンションを借り、仕事ができる環境を整えました。
嫌味を言う人がいない生活はとても快適で、ココアも心なしか嬉しそうです。でも、私は仕事だけをしているわけにはいきません。作戦のため、次に進まなくてはいけなかったのです。叔父にも改めて連絡をし、結婚を伝えました。そして翌月、その効果が現れたのです。これは一体どういうこと？あんた何か知ってるんじゃないの？え？何のこと？今、家に業者が来て取り壊すから今月中に退去しろとか言ってくるのよ。うん、そうだろうね。やっぱり知ってるんじゃない。おじさんに告げ口でもしたの？実は実家はもともとおじが建てたもので、私たちが借りて住んでいる状況でした。その家をおじは正式に私に譲ってくれ、権利は私に移っているのです。みんなは知らなかったかもしれないけど、もうその家は私のものなの。おじさんから譲り受けたんだよね。権利書でも見せようか？は？そんなことあるわけない。家をやすやすと譲るなんてありえないでしょ？私がこれまでみんなからいびられてきたのを止められなくてごめんって言ってたよ。その分俺ができることだからって家を譲ってくれることになったの。バカバカしい。私たちの何が悪いのよ。いちいち注意されて嫌だったのよ。そもそも、それとこれとに何の関係があるっていうのよ。私に家の権利が移ったとしても、退去を命じられる意味がわからなかったのでしょう。私は息を整え、説明を始めました。これまで、私はみんなから虐げられてきたよね。だからその家には嫌な思い出が多いの。おじさんがせっかく譲ってくれたんだけど、取り壊すことにしたんだよね。薄情なやつね。金に目がくらんだの？母は私が土地のために家を壊したのだと思っているようでした。壊すのにもお金ってかかるの知ってる？私はそれでもいいから壊すんだよ。これがどういう意味だかわかる？母は要領を得ないようでした。小さい時からお姉ちゃんと比べられて、ほとんど人権なんてなかったよね。仕事をしているのにニート扱いされるし、めちゃくちゃな額の生活費を入れろって言うし。それはあんたの出来が悪いからでしょ？私はもう耐えられないの。出来が悪いのかもしれないけど家族なんだよ。はあ？家族？まだそんなこと言ってるの？大丈夫。もう私も思ってないから。だからまだ住んでるのに取り壊す決断ができたの。近くで電話を聞いていたのか、父も姉も電話に参加してくるようになりました。おい、今すぐ撤回しろ。この家は俺たち家族のものなんだぞ。残念だね。私も家族だったらよかったんだけど、ずいぶん前に家族じゃないって言われてるから。これまでよりもはっきりと言い返す私に、三人は面食らっているようです。それなら俺に権利を譲れ。お前なんかにはもったいないだろう。どうして？家族でもない人に家を譲るなんて普通ありえないでしょ。おじさんからも好きにしていいって言われてるから、私は私の自由にするよ。電話の向こうでは彼氏を連れてくるはずだったのに、なんて姉が叫んでいるのが聞こえます。これが私の復讐だよ。さっさと出て行ってね。出来の悪い娘に手のひらを返される気分はどう？私はそれだけ言って電話を切ってやりました。三人とも何か言いたげではありましたが、もう聞く義理もありません。それに、すでに手続きは終わっていますし、今さら撤回はできません。あとは壊されていくのを待つだけです。この連絡の後、実家はパニック状態だったみたい。そもそも、私が家を出たことによって、家事はままならず、大荒れ状態だった室内。それを必死に片付けて退去準備をしようにも、ここでも問題が発生。父も姉も働いているはずでしたが、給料のほとんどを好き勝手に使い、貯金がありませんでした。
それによって転居先は限られ、かなり狭いアパートへの引っ越しを余儀なくされました。物だけは多い家だったので、家の中はパンパン。姉は何を血迷ったのか、そんなタイミングで彼氏を呼んだようなのです。荒れ放題の家に通された彼は逃げるように帰っていき、その後音信不通なんだとか。どうやら物も多いし、ゴミも放置されて不衛生になり、かなり異臭がしていたようです。私が払っていた生活費を当てにしていた3人は、これまでと同じ生活から抜け出せませんでした。そのためより金銭面は逼迫し、ついには借金をするまでになってしまったのです。しつこいほど何度も連絡をしてきて、必死に謝る3人。しかし私は聞き入れませんでした。お願い、今すぐ助けて。ごめんってば。あなたも大事な娘よ。当たり前でしょ。残念だけど、私には大事な家族じゃないの。もう私には関係ないことなのよ。叔父にも泣きついたようですが、家のこともお金のことも知らないと突き返したみたい。因果応報だと言って、笑って私に報告をくれました。これまで働きに出ていなかった母も、必死になってパートに励んでいるようです。これで生活費を入れることが、どれほど大変かわかることでしょう。私に突きつけた額が、非現実的だったことにも気づくんじゃないかな。結局、姉は破局し、家は火の車。これまで通りの生活ができず、常にイライラしている3人の様子をおじから聞いています。私はというと、これまでよりも仕事に打ち込むことができるようになり昇進しました。やっぱり環境を変えるって大事なんですね。休日はココアと2人でのんびり過ごすのが最近のブームです。見違えるほど元気になった私を見て、おじは誰よりも喜んでくれ、今でも応援してくれています。